予告となりましたので、シンポジウムを開催させていただきたいと思います。よろしくお願いします。本日はお忙しい中の第11回北里大学の農医連携シンポジウムにお越しいただきまして誠にありがとうございます。私は総合司会を務めさせていただきます、農医連携教育研究センター長の向井と申します。これから5時近くまでよろしくお願いいたします。私どものこの農医連携教育センター、本日のこのシンポジウムを開催させていただくこの主催いたしますセンターですけれども、皆様のお手元のこのセンターのご案内という資料がございます。で、これまでのこのセンターの活動内容、歩み等を記されておりますけれども、教育研究両面からですね、広く農学の分野あるいは医療の分野が協力してですね、人材を育成していく、あるいは、研究を展開していくということで、10年ほど前からですね、我々この農医連携という考えに基づいて活動をしている次第でございます。その中でですね、社会への情報発信ということで、これまで10回毎日シンポジウムを開催してきました。その中ではもちろん今日のテーマと似たようなテーマで、食に焦点を当てたものもありますけれども、本日はですね、食と健康のつながり、命を支える食の働きということで、これまでの視点とはちょっと違った身近な食品素材、あるいは体の仕組み、分子レベルでの視点というものを取り入れながらですね、食と健康のつながりについて皆様と考えていければなというふうに考えております。でそのために本日は背景の異なる 4名の先生方をお呼びいたしまして、ご発表をお願いしたという次第であります。で今日はですね、最後の総合討論というものの中で、この4名の先生方の話を聞いた上で、皆様と共に食と健康について考えていければいいかなと考えております。それでは最後までよろしくお願いいたします。それでは早速プログラムに入らせていただきますけれども、まず北里大学学長小林弘介より大会の挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。皆様こんにちは、小林でございます。今日は第11回北里大学農医連携シンポジウム、食と健康のつながり、命を支える食の働きにご参加いただきまして、どうもありがとうございます。北里大学はこの食とそれから健康、医療、環境、このつながりが非常に大事であるということを認識して、この農医連携シンポジウムをこれで第11回になりますので10年目になります。ここまで来られたのも、ひとえにこの参加していただける皆様のおかげと思いますので、この場を借りまして御礼を申し上げます。この度ですね、北里大学の特別栄誉教授の大村先生がノーベル医学生理学医学賞を受賞されました。それはこの土壌の中にいる放線菌から検出したというか抽出したエバーメクチン、その、ジヒドロハイド配合体であるイベルメクチンが非常に多くの、寄生虫それから熱帯病を、防止したということで、おそらく約2億人の方々がその恩恵を受けたということで、キャンベル先生と一緒にですね、ノーベル賞を取りました。でもう一人ですね、東洋洋先生っていう中国の先生がやはり同時に、取られてるんですけれども、その先生は生薬ですね、生薬から抗マラリア薬としての、効能のある成分を抽出されました。その先生はその抽出にあたって、西暦340年その時期に書かれた、医学書というか古文書をもとにして抽出されたということです。このようにですね、自然のものをしかも比較的古典的な手法を用いて、で多くの非常な人たちを救ったということは、ノーベル委員会が評価したものだというふうに考えております。
で北里柴三郎先生は移動論に人民に健康法を説いて身体の大切さを知らせ病を未然に防ぐのが移動の基本であるというふうにおっしゃっております。で一方東洋医学には未病という考え方がありまして、まあ、健康とそれから病の間ですね。で未病をやはり健康に持っていくっていうことが大事であるという思想のもとにいろんな治療法を考えています。つまりその自然特にそれを元に戻すのが、まあ、食生活これが非常に大事であると、まあ、自然の偉大さを改めて感じる者の次第でございます。でこの度は、この、まあ、食と健康のつながりというテーマを選ばれた、まあ、理由の一つはですね、まあ、今年度、まあ、今年の4月から機能性、表示食品制度というものが始まりまして、まあ、その食品が機能を持っているということを証拠を持たなきゃいけない。つまりエビデンスがやはり大事になっている。その科学的な証拠を持ったものをやはり機能性食品として表示することができるということになっております。でこの度のシンポジウムはこの食と健康のつながりに関しまして、まあ加納内先生それから大石先生賀来先生どなたもですねその、証拠に基づいた、食品というものを考えていただく。で特にまあ、最先端の分子生物学まで含んだお話を伺うことができます。でさらに北里大学の薬学部の小林義則が発表することはですね東洋医学におけるその養生という観点からですねまた新しい、まあ、古きを温めて新しくを知るとその新しい、ものをまた古いところから、抽出して今日はお話しいただけると思います。で皆様にもぜひいろんな討議に参加していただいて実りのあるシンポジウムとしていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今日はご参加ありがとうございました。